あ、こら、人んちの庭入るなよ。え、俺？ただの通りすがりだ。全然怪しくないよ。怪しい？そりゃあね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。今回はカナダシティジムリーダーかすみに挑んでいきたいと思います。ジム見えない。カナダシティポケモンジムリーダーかすみ、おてんば人魚。さあ挑んでいくぜ。おお、いいね、すごいね。絵が綺麗になったらこんな感じなんや。なんか今向かい合って話しよる人らはおらなかった、観客席に。おーす、未来のチャンピオン。ここ花田ジムのリーダーかすみはなかなかに強い。レベル15以上のポケモンを持ったトレーナーでないと挑戦が認められないぞ。ジムリーダーと戦いたくば、レベル15以上のポケモンを俺に示すのだ。はい、余裕です。さすが、レベル15以上のポケモンを持っているようだな。ならば行け、頑張れよ。ありがとう、頑張ってきます。私これは普通に進んでいきよったら、あ、オッケーなんよね。おお、すごい。ザップーンと登場。私のポケモンで骨抜きにして開ける。さあここで最初また二人戦って、奥の霞、大人のお姉さんのボタンが勝負を仕掛けてきた。大人のお姉さんって感じじゃないけどな、なんかなんやろね、なんか大人のお姉さんの取り巻きとかにおりそうな感じやけど、もうちょっとなんか髪の毛ロングでさ、巻い取ったりとかした方が大人のお姉さんっぽくない？私の勝手なイメージ。そういう方がセクシーな感じするやん。はい、あっという間、雑談混じりにやっつけていくっていうね。お、ミュウレベル13、やったね。ブクブク、え、大丈夫？溺れてる？そんな困り顔されても、あれ、話せないの？飛び込みで体力使い果たしちゃった。あなた関係なくない？ポケモンの問題やろ。あ、3人おるのか。あっちにもおるね。え、私？水も滴るいい女よ。自分で言うな。これ多分さ、遠回りしていったらあの一人省けるんじゃない？大人のお姉さんのあやめが勝負を仕掛けてきた。三姉妹ですね。よし、来い。あ、すごい、後ろの壁なんかポケモンの絵が描いてある。かわいい。あれはゼニガメと、あ、クラブもおるんか。クラブ、ゼニガメ、スターミー、あ、一番左、あれ、ヒトデマンもおるんか。え、で、スターミーの横は？ちょ、見えない、見えない。もう、びしょびしょ。見えない。あれ、パウワウかな？ぽいね。え、かわいい、めっちゃ。私の悔し涙で、プールの水がしょっぱくなったわ。飲まないで。あ、で、あと、メノクラゲと、トサキントかな？トサキントかな？あれ、アズマオ。トサキントの方かな。多分。大人のお姉さんのサクラが勝負を仕掛けてきた。お、パウは起きた。横の壁のもなんかシルエットが書いてあって可愛い。コダック、カメール。あとはなんだ？見えない。あ、ラプラス。さあ行け、葉っぱ買った。私さっきから壁しか見てないっていう。ほら、もう不思議そうな葉っぱカッターだけでめっちゃいけるわ。やばいわ。あなたのポケモン金メダル、ありがとう、認められた。さあ、あとは霞に挑んでいくだけやね。このジムのプール、海の水使ってるのよ。マジで？じゃあ涙じゃないやん、普通に海水やん。君はポケモンを育てるとき何かポリシーがある？私のポリシーはね、水タイプポケモンで攻めまくることよ。さあ、世界の美少女かすみ様が相手になるわ。行くわよ、マイステディ。うわー、久々。超久々。いいね。いや、私ポケモンもさ、アニメとか最初の方しか見てなかったけん、なんかコロコロヒロインが変わりよるのもね、なんか寂しいよね。私なんかポケモンのヒロインはかすみだから。かすみしかないから。さあ行け、ほら、かすみといえばコダック。え、ここはコダックと何、スターミーかな、人でも
どっちかかな。スターミンやね。なるほどなるほど。あ、入れ替えません。このまんまでいきます。そう、アニメでもコダックスターミンやったもんね。さあ行け。やっぱスターミンかわいい。ここは私すごい思うんやけど、進化前の人デマン私全然かわいいと思わないけどさ、進化後のスターミンかわいいよね。あ、持ちこたえた、すげえ持ちこたえたよ。いや、しかし、あー、やけどするしかし、はい、2回目の攻撃で君は倒れるんだ。やったね。お、やった、レベル31。イエーイ。次、不思議花は何レベかな。お、ニドリーナがレベル19。ここも順調にね、ニドクイーンに育てていかんと。ビジョンレベル19。お、イーブイもレベル20。素晴らしい。ミュウレベル14。ミュウは進化なの？ミュウ2って。私そこよくわかってないよね。私の負けね。やったー。賞金ゲットー。しょうがない。私に勝った証拠にブルーバッジをあげる。楽勝やったね。イエイ。ハイタッチ尻尾なんや。ブルーバッジがあれば、人からもらったポケモンでもレベル30までならおとなしく言うこと聞くわ。あとこれは私の自慢のワザマシーンよ。お、ワザマシーン29熱湯。ありがとう。ワザマシーン29は熱湯をポケモンに教えるの。水に住むポケモンに使ってあげて。了解です。なんかこれかわいいね。椅子めっちゃいいやん。でもこんなとこに座るのちょっと恥ずかしい気がする。イーブイは勝てたのが嬉しくてケタケタ笑ってる。ケタケタ笑ってる。でも、イーブイ何もしてないんやけどね。頑張ったの不思議そうだから。まあでも勝てたから。よかったよかった。これこっから登っていったりとかできんのかな。登れね。そう、登っていきたかった。私も飛び込みたかったわ。なんか来そうな気がする。ん？何もなかった、別に。君もポケモンやってるか？やってますよ。あ、てかあれじゃない？ちょっと、カナダシティ、これジムリーダーに勝ったけど、泥棒に入られたあの家は進展があったんじゃないかな。ジュンサーさん。あ、ほらほら。ちょっと私のモンスターボール返しなさい。ゼニガメかわいいください。そのゼニガメください。あー、なんてこと。この家を見張らないといけないのに。待ちなさい。あ、離れた。持ち場を離れた。泥棒に入ってくださいって言ってるようなもんじゃないか。あ、てかあれよね。ゼニガメとジュンサーさんの下りってアニメでもあったよね。あー、すごい足跡。誰の足跡？結構でかいね。ガルーラとかその辺。なになに、どうした？そう、足跡よ。え？木の実？違うよね。そっち向いて出て行ったってことか。ちょっと待ってね。めっちゃなんか微笑み浮かべて座っとるけど、大丈夫ですか？ロケット弾。ポケモンに穴を掘らせて、きっとまた藁匠を考えてるのよ。なるほど。ロケット団に俺の家をこんなにされちまった。盗まれた技マシーンはマンキーやサンドに穴を掘る技を教えるものだったのに。穴を掘るが教えれるやつか。なるほどね。はい、しかしこの先にいる。あ、こら、人んちの庭入るなよ。え、俺？ただの通りすがりだ。全然怪しくないよ。怪しい？そりゃあね、ただの通りすがりの者が人んちの庭に入ってんじゃねえよ。ロケット団の下っ端が勝負を仕掛けてきた。お、ラッタ。かわいいラッタ。ラッタいいよね。でも思ったよりでかかった、ちょっと。さあ、鶴の鞭だ。ちょっと言いにくかった、今。鶴の鞭だ。困った時の電光石火やね。おー、いいね。気分がいいっす。あったかったー。いやー、待って、結構効いた。今の結構効いたよ。いけ、あったかったー。ふ、ちょっといい勝負をしてしまった。
ロケットガンの下っ端と。はい、オッケー。今日参った。もうしないよ。見逃してくれ。逃げ遅れたんすか、君。大丈夫？わかった。盗んだもの返すよ。お、穴掘る取り返した。じゃあ、こう、家から出たら普通に取り返せたんじゃない？あの人ら。戦えんかったかもしれんけど。それじゃあ、俺は退散するから。バイバイ。じゃあ、何の被害もとりあえずなかったということになったわけだね、これで。なるほど。あ、降りた。降りた。降りたー。え、なんか、ね、解決しちゃったけど、ジュンサーさんは一体どこへ行ってしまったのだろうか。ゼニガメを追いかけて行ったけど。ゼニガメを追いかけて行ったけど。そして、これ、ね。取り返しました。穴を掘る。はい。取り返したよ。取り返したよ、これ。ありがとう、お魂に取り返してくれたんだね。それは君にあげるよ。うちのディグダには気長に育てながら穴を掘るを教えるよ。まあ、確かにレベルアップでも覚えれる技やったんかな、穴を掘るっていうのは。それ、こっちのね、飛び降りずにこっち側ちょっと見ていきたいんだけど。あ、なんかあっち行けるな。でもとりあえずこっち行きたい。なんとなく。なんとなく。この辺多分なんか、どこ？ 5 番道路に出てきた。あ、5番道路とかじゃなくて、なんかこの辺落ちてなかったっけ？こっちも5番道路やね。あ、落ちてる落ちてる、ほらほら。違う違う、ピカチュウじゃなくて。ピカチュウじゃなくて、え、なに？釣りの実、いつの間に？いつの間に拾ってたの？ありがとう。ごめんね、君じゃないとか言って。はい、やけど直しゲット。なんかこの今回のピカチュウ EV、これではなんか自転車は乗れんっぽいね。なんかそんなこと、そういう情報がツイッターに出てたけど、なんか一応自転車、あ、こっちは進めん方なんや。自転車マニアのあの人はおるんやけど、まあ、もらえないし、買えないっぽいし、とりあえず今作では自転車には乗れないっぽいよっていう情報を見た。お、これは一体どこへ？お、あ、シゲロウリアン。ナナの実を3個見つけた。ここどこ？これ何？あ、これポケモン育て屋さんじゃない？多分。あ、絶対そうやろ。わしはすごい特訓じじい。ネーミングセンス。もし君がチャンピオンになったらまた来るがよい。なるほど。私は育て屋さん。みんなのポケモンを預かって育てているよ。さて、どうするかね。とりあえずやめとこ。また今度預けに来ます。え、かわいい。めっちゃかわいい。いいね。なんかこういうところで遊びより要素が見れたりとかするんかな。あ、なんかとりあえず様子を見るために、これ手持ちのポケモンしか預けれんかったっけ？違う。ちょっぴり恥ずかしそう。なぜ？ちょっと預けたい。ボックスからは持ってこれんのやね。ってことは、ボックスから入れ替えて、どこや？手持ちポケモンじゃないね。ポケモンボックスの方を。で、ビードルとかそのあたり、入れとこうかというか。はい、ビードル。これちょっと手持ちに、とりあえず一旦。はい、ビードル預けます、私。はい、預けます。まあ、今回はこの、なんやろう、このモンスターボールに入れて持ち歩くことによって成長するっていうのもあるけん、あんまり育て屋さん、まあ、あったらあったで便利なんやけど、そこまで重宝することもないかなっていう感じよね。今回のこのゲームでは。これでちょっとポケモンボックスから。あ、違う。手持ちから外しません。不思議そうをちょっと戻します。はい、手持ちに入れます。そしてちょっとピカチュウが消えた、ピカチュウが。はい、手持ちに入れます。オッケー。あ、おる。ほら、ビードルおるよ。いいね。もっとなんかいろいろ友達とかおったらいいんやけど、ここから話しかけれないね。
よろしくお願いします。さあこれで、まあ、しばらく経ったらビードルが成長しているはず。はい、 PP8 ゲット。まあでもしばらく結構長い間預けておこうかなと。お、あ、なあなあ、あゆな、なに、なんか困ってる？あっちのゲート通れないみたいだぞ。マジで？何があったん？でも地下通路を通ればクチバシティに行けるぞ。あ、やっぱ次はクチバシティなんやね。クチバシティ、マチスは確か電気ポケモンの使い手やったと思うけん、地面系とかを育てていった方がいいんかな。ちょっと暗くてあれだけどな。てか、これを言うために待っとってくれたん。超優しいやん。絶対惚れとるやろ。ん？あゆな、ちょっとじっとして。おう。なになになに？なんかキラキラしてると思ったら、こんなのが髪に引っかかってたぞ。髪の毛に元気のかけらが引っかかっとるようなことあります？絶対ないやろ。元気のかけらっていうのは、瀕死になったポケモンを元気にする道具だぞ。俺も少し持ってる。俺のも分けてやるよ。超親切。絶対これでね、私が男とかやったら親切じゃないけん。次のジムで役に立つかもな。あれ、もしかしてそれって船のチケット？1枚あげるよ。はい。いいのか？絶対行くよ。どうしたのこれ。まあ、カクカクシカジカでしてね。け、あの喋るポケモンにもらったって？あれ、まさきだからね。あ、いや、そうか。ちゃんと人間だったのか。あの時のことはもう忘れてくれよ。じゃあ俺は先に行こうかな。必ず、行く街、行く街にちゃんとおるよね。こっち側の様子だけ見とこう。どんな感じなのか。私、真面目な警備員。はぁ、喉が渇いた。お茶が飲みたいなぁ。おっと、そっちは今通行禁止だよ。独り言でかいよね。そっか、お茶を持ってくるまでダメなんか。お茶が売り寄るのって、どこやった？玉虫シティまで行かんとないんやったっけ？違ったっけ？はい、ということで、ここから地下通、花田シティからクチバシティへ。ここ抜けたらすぐクチバシティやった？とりあえず抜けていこうかな。じゃあ今回この辺までにしとくか。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あの先って何があるんやったっけ？通り抜けた先。ここじゃなくって。覚えてないな。私の記憶力。